この力で。え、今のが闇の目ってことでいいんだよね。え、A 君やられちゃったってこと？みゆちゃん。ここが街の心霊スポットの一つ。計画止まりの工事現場だよ。なんで工事が止まったの？そりゃ、霊のたたりだよ。この現場には祠があって、そこには自爆霊が立ってるんだって。いるのかな？闇の目。どうかな？ああ、そうだ。そこ、穴だらけだから気をつけてね。わかったわ。アクションを要求してくるわけですね。祠へ到達する。あ、一マスジャンプできるんだ。へえ。おお、ジャンプできる。あ、ちゃんと、なんか、飛び越えれないようになってるんだね。ちゃんと落ちないようになってるんだ。今ちょっと、やってやろうかなって思ったんですが。やってやろうかなとか言ってる。できないようになってました。ここですね。これが噂の。この音でびっくりするよね。夏美、着いたわよ。どう？おかんとかする？全然。この祠もすごく普通ね。特にって感じか。自爆霊がいるなんてとても信じられないけど。そっか、じゃあ、この噂も嘘ってことかな。闇の目探しにカコつけて私に噂の真相を調べさせてない？確かになんか、それありそうだね。否定できないな。でも、ミユもいつも退屈だって言ってるじゃん。いい刺激になってるんじゃない？なってるような、なってないような。まあ、はっきり言って闇の目なんていないと思うよ。目を見たら死ぬ悪霊ってね。いたらいたで、やべえもんな。てかまあ、いるわけなんだけどさ。それを言っちゃおしまいでしょ？でもやっぱり幽霊なんていないのかもしれないわね。私そろそろ帰るわ。霧雨が降ったり止んだりしてて、鬱陶しいのよ。気をつけてね、お気をつけて。ん？怖いですよ、ちょっと。え、ちょっと待って、ここって、全然関係ないところだよね。これ操作説明のやつだもんね。え？少女。これ時間的に、A 君がやられた直後ぐらいかな。あー、やっぱりか。まあ、派手に食い散らかしましたね。なるほどね。ちょこちょここの少女っていうのも、出てくるかもしれないですね。ということで、リストくん、行きましょうか。もう2時間が経過したんだね。確か3時スタートだったよね、15時。なんだ？あー、そうか、人が集まってるのか。パトカーが来たから。喧嘩騒ぎでもあったのかな？クルカさん、あ！ 対面できたじゃないか。ただ気づくかなって話だよね。怪しい人だな。声聞こえますね。なあ、まあ、やじ馬の声がですか？なあ、私そういう人なんです。え？母からの影響っていうか、いえ、祖母の祖母の祖母から、こんな感じらしいんですけど。話が噛み合ってないような気がするけど それじゃあ。ああ、はい。なんだったんだ、あの人。でも見覚えあるような。
それよりこの騒ぎは気になる。行ってみようかな。行ってみますかい？ああ、キーツさんもいるね。ひどい匂いだ。ひどいもんだ。死んだ男の子、上半身がごっそりえぐり取られてたらしいよ。そうか、頭から。って言ってたもんね。うわぁ、ダンプカーにでも引かれたの？いや、まるで人間や車がやったような感じじゃなかったって。まさか最近噂の。そんなまさか闇の目なんて。これ誰も外に出なくなるパターンあるぞ。どういうことだ？闇の目は本当にいるのか？いや、そんなわけないよな。そんな非科学的なもの。ここでクルカちゃんか。そうですか。まあ、でも闇の目っていうのが、いるって信じないといけない状況になりつつあるよね。でも、美味しかった。また来よう、今度は。なるほどね。そういうことだったんだね。時々こういう声が聞こえる。ずっと昔からうちの家系の女性にはある能力らしい。この声困ってるみたい。すみません。お会計お願いします。で、リツト君と対面するんだね。声聞こえますね。なるほどね。そのやりとりだったんだよね。クルカちゃん側の視点からすると、野じ馬ではないってことだよね。まあ、だけど伝わってない感じだね。かわいそうに。闇の目。まさか。闇の目？来て、煙神社。まただ。煙神社、それほど遠い距離じゃない。行くんだねー。行くんですねー。煙神社、神社は怖いですよー。出そうじゃねー。ということで、キイチさんです。なんとむごい。死体がなくとも陰惨な空気が残ってる。だが闇の目らしき気配はない。ここから消えたようだな。まだ遠くには行ってないはずだ。必ず仕留めてやるぞ闇の目。人間を殺す悪霊は私が絶対に許さない。なるほど。キチさんはあれだね、決意に満たされた状態でだけで終わったんだね。次に行くのね。わかりました。で、レオンさんがまたググーンって進んだところに来ましたが、でもほんと完全になんか違うところに行ってるよね。レオンさんだけ路線が違うよね。なんか金がない。このままじゃ、りょう先輩にマジでボコボコにされる。こうなったら、まやさんに力を借りるしかない。まやさん。まやさんって方がいるんだね。とは言っても、簡単には会ってくれないからな。確かカウンターの人に合言葉を言う必要があるんだ。合言葉。まあ、とりあえず、あれですね、なくし物いきすが、そうだそう、いわくつきでしたね。まあ、なんか情報から集めていきましょう。スフィンクスの謎謎って知ってる？朝は4本、昼は2本、夜は3本、なんだってやつ。あれね。なんだっけ。あれね、なんだっけとか言っちゃったけど。確か、人間だよね。成長過程っていうか。
赤ちゃんが、まあ、四つん這いで歩くから、まあ、読んで、お昼っていうのは、昼っていうのは、まあ、普通の大人、二本足で歩くからね。で、まあ、老人になるとね、まあ、老いてくると、杖が追加されて、カウントされて、3になるみたいな。確かそんな感じだった気がするんだけども、違ったかな？こんにちは。面白い。なになに、聞かせておくれよ。お兄さん。俺さ、何でも言い始めたんだ。これ名刺。名刺ください。もらえた？もらえてない。まあ、誰か知ってるとは、でも合流はできてるね。あら、かわいい坊や。ここにいちゃダメじゃない？何ですか？もう一応成人ですよ。本当？見えないわね。証拠あるの？じゃあ、保険証でも。あれ？ああ、財布がない。ああ。やらかしたな、これ。大丈夫かな？赤条件。赤条件をクリアする代償として財布が。これはでかいですよ。多分この人に合言葉的なのを言うんだよね。ブラッディ・メアリー岩塩愛情置いてない。そうですか。ちょっと調べよっか。あ、これか。じゃあさっきのスフィンクスの謎々合ってたんだね。だから3,2,4ってわけだね。最後だけ4択だったから、そういうことだ。多分順番に選んでいけばいいだけなんじゃないかな。文章自体が答えじゃなくて、3つ目2つ目4つ目。おお、よかったよかった。そういうことですね。マヤさん、お久しぶりです。相変わらず合言葉がお好きで。まあね、子供じみたことが好きなのよ。それで今日はどうしたの？明日までに金がいるんです。バイトをさせてください。あら、いいわよ。ちょうど頼みたいことがあったの。喫茶店アルカナよりずっと向こうにある工事現場知ってるかしら。これでみんなそっち方面に向かっていくのかな。工事してるんだかしてないんだかわからないところですよね。私、あそこに隠してるものがあるの。でも最近工事が再開するらしいって聞いてね。なるほど、それを回収したいってわけね。その隠し物を取ってきてくれたら3万円あげるわよ。わー、非常にタイムリーな額ですね。今レオンさんは3万という言葉に弱いからな。やらせてくれー、その声はお兄さん、ケントさん。あら、ケントさん。俺やりますよ、それ絶対やります。やらせてください。いやいや、これは俺が。そこを頼みます。一生のお願いだな。いつも言ってそうだな。いいでしょ、マヤさん。そうね、危険なところだし二人の方がいいかも。ねえ、レオンくん、二人でやってもらっていいかしら。まあ、マヤさんが言うなら。やった。ああ、報酬は折半でよろしく。マヤさん。レオンさん、これは。これはですよ。つまずいたな。まあ、とりあえず条件クリアできてるんで、OK ですね。じゃあ、みゆちゃん、行きましょうか。そうか、じゃあ、すれ違いになっちゃってるってことだね。工事現場、さっきまで工事現場いたもんね。みゆちゃんが。だったよね。パトカーはこっちに向かってたわ。何があったんだろう。なんだろう、胸騒ぎがする。とりあえず、騒がしい方に行ってみよう。そうだね、みゆちゃん視点でも誰かと合流したいよね。
ああ、事故の話か。わあ、えぐいなー。いけないんだ。まったく。これ面白いな。すごいスピードで帰ってくね。これちょっと面白い。これ面白い。の。レオンさんの財布かな、これ。どうでしょうか。おお、それあいつの財布じゃねえか。りょうさんが出てくるってことはレオンさんっぽいね。おい、よこせよ、それ。それ、俺の知り合いだからよ。知り合いのだからよ、かな。本当ですか？なんか怪しい。これはまあ、みゆちゃん視点だと怪しいんでも仕方ないよな。あ、いいところに。ちょっとかわいそうなりょうさんではあるが、話しかけられないんだ。ちょっとまあ、話してるんだろうな。で、多分、いける。そういうことだね。それでここに繋がるのか？血の匂い。吐き気がするほどだわ。ここで何かあったんだ。一体何が？そこで何をしてる？誰だ？誰だ？誰だ？